今日はムク君のお誕生日、おすすめの本をプレゼントするんです。喜んでくれるかな。明日もいい一日。あんたに毎日胸キュンさせられてる。この気持ち具体的にムクに教えてあげたら喜ばれた。あんたと寝たい。誕生日おめでとうムク。おすすめしてくれた例の少女漫画参考になった。ありがとうな。あれ、もう誕生日おめでとう。ムクが将来どんな王子様になるのか、俺も楽しみにしてるからさ。もう寝た方がいい。ムク、ハッピーバースデーだよ。ムクならきっと立派なプリンスになれるね。夜更かしはムクへのプレゼント。世界に数冊しかない絵本なんだけど、それは言わない方がいいかな。へえ、ムクへのプレゼント何にするか迷うな。やっぱり白馬か。さすがに世話が大変か。眠れなくなることくらい。俺、ムクの誕生日、そろそろ王子衣装のデザイン始めるか。とびっきりのやつ着せてやる。天魔の寝言がうる。今年もみんなにお祝いしてもらえて、僕本当に幸せです。ありがとうございます。ムク、誕生日おめでとう。マドカとムク、きっといい友達になれると思うよ。昨日の三角の夢の続きが見られ。もしかして俺、ムク、おめでとう。俺もムクと同じ、いつか見た夢の続きを一緒に舞台の上で叶え続けよう。あれ、眠れないんすか。ムク、誕生日おめ。壁ドンをやってほしい。たく、仕方ねえな。今日だけ特別な。おいおい、よっ。ムク、誕生日おめでとう。今年はクモも一緒に海行くか。砂の城も作らねえとだしな。
まだ起きてんのか。あ、むっちゃん誕生日おめでとう。いつでもたいっちゃん呼びに移行してオッケーっすよ。ムク、誕生日おめでとう。羊毛フェルトの材料新しく仕入れたんだ。一緒に作らないか。子守歌。ああ、サキサカ誕生日おめでとう。君色フォーシーズンズの新刊出るだろ。俺が買ってやる。お前疲れてる。ムクさんおめでとう。今度貸してくれるときはそのあんまそういうシーンない漫画にしてくれ。夜更かしはほどほどにし。タスクが王子役をした公演の DVD を手に入れたよ。ムク君一緒に見てみない？もう遅いです。サキサカ誕生日おめでとう。ランニングコースで猫の親子を見つけた。今度行ってみるか。眠れないのか。ムク誕生日おめでとう。野良猫たちもお祝いしたいって。連れてくるから中庭で待ってて。ハッピーバースデームク君。さあ茶会の準備は万端だ。今日はチョコレート尽くしだよ。眠れないのかい。仕方ないね。ムクが立派な王子様役をする夢を見たんだ。正夢になる日が今から楽しみで仕方ないよ。眠れない。サキサカおめでとう。王太子になるにはそれなりの努力が必要だ。手始めに帝王学から。随分と夜遅くまで。